はい、おっとりオンライン企業コンサルタントの久保田圭之です。今日はですね、未来志向についてお話ししてみたいと思います。未来志向についていろんなね考え方があるんですけども、今日はですね、大切な3つのことについてお話ししてみたいと思っております。1つ目なんですけれども、得たい収入から考えるということです。コンサルの時にでもですね、お客様に必ずこういったことをお話しします。まず月でもですね、年でもいいんですけれども、おいくらぐらい収入を得たいですかっていうお話ですね。毎月10万ぐらい収入を得たいのか、毎月30万ぐらい収入を得たいのか、まずそこのですね、得たい収入から考えていただくと。例えば月30万ぐらい入ったらいいなと。そのためにいくらぐらいの商品をどうやって売っていくかと。で、未来から決めて、そこから逆算していくわけですね。こういったですね、得たい収入から考えるというのが一つ目です。ではもう一つ目ですね、休日を先に入れる時間管理術ですね。フリーでやっている方ですとか、まあ起業家さんですと、忙しくてなかなかですね、休みを作れないという方も多いと思うんですね。気がつくと何日もですね、休みがなかったりありがちですよね。なので、今月はもういつといつといつの休みを決めるとか、で旅行に行くですとか、家族サービスの日にするですとか、もう休みの日を先に入れておくんですね。でそこから逆算して考えていく、未来志向のおすすめの一つですね。はい、ではもう一つ目ですね、未来を考える時間を作ると。これはですね、なかなか忙しいと、まあ、先のことを考える時間がないと。で目先のことばかり考えてしまっていて、気がついたらね、数ヶ月経ってしまったとか、数年経ってしまったとか、これは人によってまちまちなんですけども、毎日寝る前に5分でもいいです。毎週週末に10分でもいいです。で毎月月始め1日に15分でもいいです。定期的に未来を考える時間を作るっていうのが大事ですね。この未来の時間といいますのは、具体的にはおすすめなのが、3日間のスパン、そして1週間のスパン、1ヶ月のスパン、できればその先3ヶ月ぐらいのスパンですね。長期的なね、1年2年でもいいんですけど、まずは3日間、1週間、1ヶ月、3ヶ月で、それぞれですね、どうしようかと考える時間をですね、定期的に持つ、こういったことを意識していただきますと、未来志向の考え方ができてくると思います。はい、以上、今日はですね、未来志向のおすすめ3つの大切なことについてお話しさせていただきました。あなたのビジネスと人生が少しでもプラスになる情報を発信しております。久保田空気の空チャンネル、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。